香水ということで、その後半戦です。すっかりと準備整っておりますね。はい、はい、ご紹介したいと思います。ろくなバンドの皆さんです。よろしくお願いします。それでは、ジュジュさんの曲やります。Just to make it pass by, you'd say not a single word do we say. It's a part of my mind, out of place, didn't out of eyes off of me. I was thinking about him with me. When he started my duty, so he sent me on my way. Wouldn't it be better to be so good alive? You go by. Start a little conversation now, it's alright. Just it fly, just it. It's alright, just stay quiet, just stay quiet.
人の曲なんですけれども、いろいろもうまた、大体クラブ同じ曲さんから少し変わるんですが、同じカーペンターズの曲ですけれども、次の曲は、彼女が編曲をしているので、Yesterday Once More をします。
助けていただけたらさ、なんかあの僕らのやっぱりなんかすごく気を、まあ今はちょっと喋れないんですけど、なんかでもなんか音楽やってると知り合いができてきて、友達もたくさんできてね、ね、あの新米湖の方であのなんかイベントやってる人たちがいるんですけど、その今度なんか遊びに来ないって声かけたら。次の、ピッチボイスをやってみたいと思います。ワン、ツー、スリやっぱ演奏の方が難しかったんですけど、
しが多かった。ではあのキーボードの。小林さん、よろしくお願いします。やろうと
最後は、ね、クラウドさんみたいに自分も課題曲を決めてやってます。
まして前之助さんもやっていらしたんですけど、マストエビ。自分もね、マストエビを今日はやっています。あれで、曲名がディスティニーっていう、ご存知ですか？それを、前之助さんは前之助さんのようなユーミン像なんですけど、私はライブでユーミンがなりふり構わず歌う姿を表現してみたいと思います。ね、最近この間確かナビゲーターという曲をやったんですけど、あの時以来結構ユーミンを聴く機会が増えまして、改めて聴くとね、いいですよ。ですから今日はディスティニー。いいですか？いや
ありがとうございました。小平さんでした。さあこの後はですね、ロイカルクラスに登場していただきます。そしてその次、ユークラスに登場していただきます。準備もよろしくお願いいたします。小平さん、ありがとうございました。今日の2曲目の楽曲をやるために、まあ、カットリーをおっしゃっていたということなんですけれども、これ期間的にはどれくらいかかったんですか？4ヶ月。おまさに、カントリー頑張ると言った日から。実はね、カントリーソングって結構簡単そうなんだけど難しい。やっと最近こう歌いながら、その詩のそのスケールがガーッと流れるようになってきたのがやっと最近。ようやく、じゃあ体に染み付いていた段階っていうことですね。で、5月27日は前からもう決まってた。だからもう そこになるとかね、合わせて。いやでももういけそうじゃないですか。もういけそうじゃないですか。今日のね、皆さんに聞いてもらえたおかげでいけると思います。あと5分ぐらいで。ぜひ、その次のね、あのカントリーのイベントでも成功させていただきたいですし、またそれを超えて新たな楽曲にも、また新たな楽曲、新たなカントリーとかって今もまたなんか考えたりとかするんですか？これ、歌謡曲をカントリーにしてくれる？歌謡曲をですか？わかりました。今度はやりますんで応援してください。はい、歌謡曲はね、カントリーになるんですよ。なるほど、ありますね。はっ、何？わかりました。ちょっとなんか今度考えていきます。お願いします。歌謡曲を、歌謡曲をカントリーにしようね。はい、じゃあもう挑戦になると思いますが、はい、ぜひよろしくお願いいたします。もう歌を聴いてね、お願い、チャレンジしてやる。はい、期待の声がすごいですからね。ちなみに小泉さん、はい、このアコースティックナイトはチャレンジの場ですからね。プレッシャーをかけていく感じですね。ちなみに小泉さんはこのゴールデンウィーク決まってます。一応ね、毎日仕事なんですけど、夜はアルマジョに行きます。遊びに来てください。はい、いつも毎日お仕事で、もう周りの人たちは休んで、なんだと思うところもあるかもしれませんが、アルマジョに来れば休みになってる。なるほど、はい、ぜひここで、来てください。はい、というわけでまた来月よろしくお願いいたします。小平さんでした。ありがとうございました。はい、というわけでお待たせいたしました。はい、どんなチャレンジを今夜見せてくれるのか。というわけでロイカルクラスさんです。よろしくお願いします。お願いします。小平さんはいつここに来てもいろんな気がしますね。すごいですよね。で、そう、クラウドさんとか前の菅さんもなんか今度の5月3日にプロフォーマーでやるんですけど、僕はね、大抵出ると思うんですけど、5月10日の HB ナイトに出るはずなんですよ。ですので、また5月10日、ハミングバードさんというところのウェイズさんという方がお伝えしてるやつなんですけど、そこに出るようになってるはずなんですけどね。ちゃんとした連絡してるやん。出るんだと思うけどなぁ。もう無理無理しちゃってください。無理無理。はい、そんなコーナーでまだちょっとこう、そうですね、また雰囲気変えて、監督とかも続けるんすか。まあでも大体みんなどっかで聞いたことあるか。ああ、課題が。Thank you.
Thank you.
マータイムをこの前言ってたら、ラガンでしたね。なんかでやってたら、どの子のって、何でしたっけね。ミュージカルでどうしてほしいとしましたよね、私が、はい。そう、だから長いこと歌ってるんですけど、まだサマータイムやります。返して。
そして情熱的な曲になるというかっこよさしかないですね。この曲はどれぐらいやられてるんですか。これね、失業してからですから5年ぐらい僕も5年ぐらいと聞かせてもらいます。失業してこの気でしたこれ歌いました。じゃあもうこのお店ロイさんとこのお店の歴史をもう物語ってるような歌になるんですね。こちらはね、栄の方のお店だったんですよね。2階の方のそうなんですよ。でそのね、栄にちなみにあったところにブッチャンバンドっていうのがあった時だけなんですよ。20数年前そう、で、卒業した時にアンナキャスのこちらからグループ行ってきよう。そう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 そ聞こえますよね。僕も金々を持っていたので、はい、ぜひチャレンジしていただけたらなと思います。はい、というわけで、お待たせいたしました。いただきましょう。井村さんです。よろしくお願いします。期待通り最後にやってまいります。もう平日はね、ここしかやれないんです。いっぱいいっぱいで、いつも今日はちょっと仕事を早めに切り上げて、いつももっと遅いんですけどね。こっちのけで喋らんといてください。頑張ります。ここしかいないです、はい、そう、ここしかいないです。2階の皆さん2階、はい、いますよ。え、います、いっぱいいますよ。この辺もいっぱいいますよ。ということで、すいません、終わってしまったんですけど、日曜日にハイウェイオアシスでフォークのちょっとイベントがあったので、すいません、その練習してかしかしてませんでしたので、その後にその練習をしたので、いつも聴き慣れた曲をやります。その時にやった曲を3曲やります。最初にギターちょっと大きめにする。はい、お願いします。あたし中卒やからね、仕事飛ばした女の娘。
Thank you.
生かしてちょっと伸びてみました。いつもやったら肩こり体操やってやられちゃった。Thank you.
した。ユークラーマーお二人でした。何でもいいですか。はい、というわけで、鳥を飾っていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はベースがないというのは、はい、イベントに練習をしてたというわけで、別にやめたというわけではないんですね。そうです。ベースの曲結構ここでやってて、あれから増えてないんですよ、レパートリー。なるほど。だからもうちょっと、聞き飽きたかなって。で、間は空いたので、ちょっと腕に持ちしてない。なるほど。いやいや、またの、ぜひ練習して、ここで披露していただきたいなと。はい、まあね、ここで練習しつつ、またレパートリーを増やしていくんじゃないかなと。はいはい、はい、今日もチャレンジしていただいたらと思います。でも今日はまた一段と激しくてね、本当に、まあ、ある意味ユンさんらしいすごいステージになったかなと思いますので、ね、ありがとうございます。最後に今年はゴールデンウィークのこれでもう決まってますか。結構あちこちで公演のことにライブに行きます。はい、ライブ尽くしということですね。ちょっと新しい曲で頑張ります。はい、もうぜひまたベースも担いでアコースティカルドロップに来ていただきたいと思います。リンクラのお返しありがとうございました。さあ、というわけで、まあ、時間も11時半、まあ、いい時間になりました。本当に今日は結局11組になったのかな。はい、というわけで11組の皆さんにやっていただきました。いやもう本当にマチリポップがあったり、もうカントリーがあったり、ロックがあったり、もう本当激しい今日も1日になりましたが、また来月どんな課題曲とかもね、皆さん楽しみにしておりますので、はい、ぜひ考えてきていただけると、はい、ね、まあ、盛り上がるのでよろしくお願いいたします。はい、次回はですね、先ほども言いましたが5月24日第4火曜日ですね。はい、待っておりますので、ぜひまたご予定空いている方はですね、あちらのマナブのところでご予約していただけるとありがたいです。僕も来月必ず来ますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、今日も夜遅い時間までお付き合い本当にありがとうございました。というわけで、本日はゴースティックナイトパート2以上になります。ありがとうございました。